マサルの勉強部屋高度共通試験午前一対策編、今日も頑張っていきましょう。はい、それでは今回の話題は、パイプラインですね。結構重要なポイントだと思いますので一緒に勉強していきましょう。今回はパイプラインについてお話ししていきます。前回のおさらいになるんですけども、コンピュータシステムっていう分野の中で、ハードウェアの問題が出てきて、その中でですね、プロセッサー、いわゆる CPU の問題が出てきます。CPU をどのように高速化するかっていう話題で、パイプライン、スーパースカラ、マルチプロセッサー、このような話題がよく出てくるんですけど、今回はここですね、パイプラインについてお話ししていきたいと思います。パイプラインです。パイプラインというのは、CPU 高速化技法の一つです。命令をいくつかのステージに分けて、各ステージを並列に処理することで処理速度を向上させることができます。はい。説明だけだといまいちパッとしないと思うんですけど、まずそもそも CPU ってどんな動きをしてるか皆さんご存知ですか？これ調べてみて結構面白かったんですけど、まずはですね、命令フェッチ、2番目にデコード、3番目にオペランドフェッチ、4番で実行、最後に書き込みと。こういった5つのフェーズに大きく分かれてるっていう話だったんですね。これだけ聞いて何も分かんないなと思った方もいるかもしれませんが、安心してください。次でちゃんと説明しますね。CPU の動きについて細かく説明していきます。まず1番の命令フェッチというのは、命令をメモリから取ってくる作業を命令フェッチと言います。そして取ってきた命令を次はデコードするんですね。解読するんです。持ってきた命令を解読して、CPU の中って複数回路があるので、どの回路にどの順番で流すのか、その命令を流して、動いてもらうのかって決めるっていう作業ですね。ここがデコードです。そしてそれができたら次がオペランドフェッチ。これはデータ自体ですね、をメモリから取得する作業です。そしてこのデータとこの命令が揃ったら実行することができるので実行します。実行した結果を、最後ですね、メモリに処理結果を書き込むっていう作業を行います。こういった5個の工程を、命令サイクルと言いますね。はい。CPU の動き、なんとなく理解できたと思います。そして注目してほしいのはこちらです。はい。CPU の動きの中に、このメモリって出てきてますよね。CPU を動かすためにはメモリというものがとても大切です。こういった仕組みをノイマン型アーキテクチャとかプログラムフォワード方式とか言ったりするんですけど、なのでもし CPU を高速化したければメモリも高速化する必要があります。実際メモリの高速化というよりかはメモリアクセスの高速化なんですけどね。なので、CPU を高速化したければメモリの性能も良くしないと、CPU の性能が向上しませんよっていうところを表して、ノイマンボトルネックとか、そういった言葉で表すこともあります。それでは、CPU の動きが分かったところで、次の話題に移っていきたいと思います。今お話ししたこの CPU の動きの中の命令サイクル、大きく5つに分かれますよっていうようなお話をしたんですけど、この5つの動きっていうのは、CPU はですね、それぞれ役割を分担して実行しています。はい。CPU っていうのはなんかいかにも一人のスーパーマンみたいなイメージがあるんですけど、実は CPU はこの5工程を分担して一連の動きをしています。なので CPU の中に5人の人がいるようなイメージですね。まずはこの CPU の動きとこの命令サイクル、そして CPU はそれぞれの役割を分担して実行しているんだといった前提を押さえておいてください。では、こういった前提のお話が済んで、ようやくですね、CPU の処理についてお話ししていきたいと思います。今回はパイプラインについてお話ししたいんですけど、まずはパイプラインができる前の話をしますね。まずは CPU の従来の処理方法です。それは一つの命令が処理できたら次の命令を実行する、こういったやり方ですね。時間の軸がこのようにですね、縦軸で表されていて、各担当が横で並んでいると思ってください。そしてですね、この命令がやってきました。この命令1に対して1番の人が処理を行いました。そうすると次は2番の人にその命令を出します。同じように2番が済んだら3番、3番が済んだら4番、4番が済んだら5番と。このようにですね、従来の処理方法は1つの命令が処理できたら次の命令を実行するというふうに流れになっています。すいません、ここ字を間違えちゃってるんですけど、ここ命令ですね。失礼しました。はい。なのでここまで命令ができたら初めて次の命令を1番で取り込むと、
これがですね、従来の処理方法です。まあ、皆さんお気づきになったと思うんですけど、せっかく5個の回路、つまりせっかく5人いるのに全然ですね、並列に作業できてないんですよ。1番の人は1つの作業が終わったら5番の作業が終わるまでずっと待ってるんですね。こうやってものすごく効率悪いですよね。なので並列作業させようっていうところでできたのがこのパイプラインです。ではパイプラインってどのような仕組みかっていうと、こちらです。はい、まあ、各ステージを並列に処理することで処理速度を向上させる技術というふうに書いています。では同じように見ていきましょう。最初の命令は一緒ですね。命令1を、まあ、1の人が受け取ります。もちろんこの後2番の人にお渡しするんですけど、まあ、ここで見てわかるように、まあ、同じ時間軸でこの1番の人は次の命令を読み込んでいます。はい、まあ、このようにですね、並列で処理することができるのがパイプラインの特徴です。なので命令1と命令2がそれぞれですね、こうやって横に動いていきます。で、ここで注目してほしいのはこの命令1ですね。命令1、1つ目の命令は従来と変わらないんですね。例えば分かりやすいように、この縦軸の1つの工程を1秒だとすると、命令1っていうのは従来の処理時間でも5工程踏んでいるので5秒かかります。でパイプラインを使ったとしても、命令1に関しては同じ工程を踏むので、5秒かかってしまいますよね。1つ目の命令に関しては従来と処理のする時間というのは変わらないんですけど、例えばこれが2つ目以降の命令になると、格段に速くなります。例えば100個の命令があった場合、従来だと1つの命令をこなすのに5秒かかって、終わってから初めて次の命令を取り込んで処理するので 100×5 で、まあ、500秒かかりますよね。ところがこのパイプラインを使うと、1つ目は5秒かかるんですけど、残りの99個は1秒ごとにどんどんですね、処理をすることができるので、合わせて104になります。なので従来方式とパイプラインを比べると約5倍も速くなるっていうことなんですね。このようにパイプラインを使うことによって、まあ、効率よく命令を処理することができるようになっています。はい、それでは今回はパイプラインについてお話ししてみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になったよということであれば、高評価やチャンネル登録いただけますととても嬉しいです。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コード試験共通午前1のプレイリスト、概要欄にリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。あとは突破口 .com 様と一緒に作っている IT 用語動画視点もとてもおすすめのツールです。ぜひ使ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。